ドバイらしい。チェコのプラハ到着です。ドブリーデン。ドブリーデン。チェコ政府観光局プレスツアー。こういう旅スタイルは珍しいというか初めてかもしれないから。今日の部屋はこんな感じです。もうこんな感じです。こんばんは、無職旅です。2022年9月10日成田空港です。あれは警備ロボット、ん？掃除ロボットかな。エミレーツ航空のチェックイン手続きをします。ほどほどに空いてます。チェックイン手続きを終えて20時49分なんですけど、お店はだいたい閉まっちゃってます。まだちょっと時間早いんですけど保安検査進んじゃいます。空いていたので保安検査と出国審査合わせて5分もかからなかったかな。すごく早かったです。コンビニある営業もしてますね。よかった。だいぶ早く着いてしまいましたが、ここでブログでも書きながらゆっくり待ちます。21時57分飛行機に乗ります。まずはドバイに行って、それからチェコのプラハに行くんです。ビジネスはモニターもでかいんだ。4時10分ドバイ国際空港到着です。久々の長距離フライト、結構疲れました。ドバイに来るの久々ですね。8年ぶりぐらいかな。で、乗り継ぎまで4時間ぐらいあるので、外に出てブルジュハリファ見に行くの間に合うんじゃないかなとか考えちゃってるんですけど、やめておきましょう。つつましく空港内で待つことにします。おお、ドバイらしい。おお、金ピカだし、ラクダいるし。今回の旅の目的地チェコですから、あんまりここで盛り上がってはいけないんですけど、あー、でも久々だし異文化だし、やっぱり興奮しちゃいますね。わあ、ブルジュハリファのカンカンのお菓子かな。ただのエレベーターのはずなのにやたらかっこいいです。後ろに滝みたいなのがあるのもいいですね。シューティングゲームの4面とか5面ぐらいのギミックみたい。あれに乗って B の方に移動するようです。ドバイからプラハへの搭乗券も成田でもらっているので、ここでは保安検査を受けてから搭乗口に歩いていくだけです。アップルストアまで空港に入っているとはびっくり。お店もだいたい営業してますね。こちらはグッチのお店。高級なのが多いのはやはりドバイらしさでもあります。ドローン売ってる。ちょっと衝動買いしてしまいたい気持ちもあったりなかったり。僕がこの前買ったのと同じジンバルです。アザーン。お値段525ディルハムなので2万円とちょっと。日本のアマゾンの方がだいぶ安いですね。うひゃー、サンドイッチとかあのプレートとかだいたい2000円ぐらいですね。クロワッサン1個19ディルハム737円ぐらいです。円安&物価高、大変なことになってます。そんなこんなで搭乗口のところまで来ました。ふえー、ブログ書いて事務処理もしたのにまだ2時間以上あるので、ちょっと空港内散歩することにしました。喫煙ラウンジなんてあるんですね。まだ時刻は6時8分なんですけど、だいぶ活気が出てきましたね。
スターバックスに列ができてます。お値段的にはどうなんでしょうか。エスプレッソの一番安いやつで600円ぐらいで、キャラメルなんちゃらみたいなのになると1000円1500円ぐらい余裕でしますね。今のところアトラクションとか展望台とかそういったものは見当たらないんですけどでもずらーっとお店並んでてドバイっぽいですからね、こういうの見てるだけでも楽しいです。我らがマクダーナルはどんな値段でしょうか。朝マックのセットが800円ぐらいです。日本より高いですけど、むしろすごく安く感じます。かわいい、キャンディリシャスって読むのかな。チョコレートバーとかもあります。模様もあって見づらいんですけど、遠くにブルジュハリファが見えてると思います。ありがたい。個人的にドバイ名物だと思ってるくじです。この車が当たるそうです。くじは500ディルハムだから2万円弱ってとこですね。確率はわからないけどこれ当たったらどうしようね。宝くじよりはだいぶ可能性高いんですよね。8時12分飛行機に乗ります。これに乗ったらいよいよチェコのプラハです。すごいなぁ、やりました。モニターがあって充電口もあります。13時8分チェコのプラハ到着です。結局日本から何時間かかったのかな。結構な長旅でした。ここは着いた人と出発する人が同じエリアにいる構造ですね。あー、この場所見覚えがある。無職旅の動画で見た。ちょっと曲がったところにカフェがあって、そうそう、この後入国審査なんですよね。13時32分、あ、いらっしゃいました。こんにちは。あ、ドブリーデン。すごく小さいですね。はいチェコ政府観光局プレスツアー、他の皆さんも無事に合流できまして、今 ATM でお金を引き出しに来ました。あ、ほどほど涼しい。あ、これは、いや、寒い方に入るかもしれない。今日中でこれですから、朝晩は冷え込みますね。日本の関東地方の冬ぐらいの服装で来た方がいいかもしれない。あの白い大きなバスだそうです。これ公共のバスじゃなくて貸し切りなんですよね。すごい。ドブリデン。こういう旅スタイルは珍しいというか初めてかもしれないからとても新鮮です。若干戸惑います。緊張します。うわー、美しすぎる。やべえ、ちょっと涙出そうだ。プラハ城です。そちらの建物は広島の原爆ドームの人と同じ人が設計したそうです。14時31分プラハ中心部フローレンツバスターミナルのところで合ってますよね、のホテルの前に到着です。ドブリデン。普段僕が泊まるホテルとはだいぶ雰囲気が違います。素敵なバーがあったりします。おう自分の声に笑ってしまった。はい、今日の部屋はこんな感じです。広い。トイレ、洗面所、デザインが可愛い。そしてこっちは、あ、こっちはっていうか、あ、なんかオロオロしてる。シャワールームです。普通に中見えてるのに
なんだろう、今日疲れた感じがした。景色も見ちゃうよ。じゃあプラハの旧市街が見えるわけではなかったんですけど、ヒルトンとか建物とか空とかクレーンが見えます。僕は天気好き。あとはセーフティーボックスがあって、引き出しがあって、無料の水があって、コーヒーマシンも置いてあります。これも無料でいただいていいんでしょうか。ちなみに今回の旅、いつもとだいぶ雰囲気を変えてこんな感じで来てみました謎の動きをしてしまいごめんなさい。現在14時50分で16時半まで自由時間なんですけど、外に出ません。久々のヨーロッパで、しかもチェコですから、もうこんな感じです。とにかくとても興奮しています。ちょっとね、自分でもやばいなっていうぐらい興奮してるんで、あえて強めの自制心でセーブします。でブログ書いたり休憩したりします。16時53分、みんなで出発です。